ジョージア州の歴史では、アメリカ州の先住民族が、現在のアメリカ合衆国ジョージア州に住み始めてからの歴史を概説する。ヨーロッパ人による接触以前、先住民族の文化は4つの時代区分に分けられる。パレオインディアン期、古期、ウッドランド期及びミシシッピ文化期である。ミシシッピ文化は、西暦800年から1500年まで続き、 都市型社会を発展させ、断面台形のマウンドを築いたという特徴があり、また階層性主張性国家、数多くの村落によって支えられた考えや、家畜などを用いない単純な形態の濃厚及び、南東部祭礼様式、または、サザンカルトと呼ばれる一連のテーマの図像が施された、銅、階及び運母性の創進具が特徴である。 今日のジョージア州で一番大きなマウンドビルダーの集落内市祭祀センターはアーリー軍のコロモキ、バー島軍のエトワー及びメイコン市の奥マルディがある。ミシシッピ文化が崩壊した原因は未詳である。考古学的な証拠では人口の過剰と不作によってヨーロッパ人による征服以前に大きな主張性国家が凋略したことを示唆しているが、 1539年から1542年にかけてのエルナンドで外の探検隊によって薬病が持ち込まれたことが崩壊の主要な原因という説もある。ヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化の時代、チェロキー族とクリーク族インディアンが現在のジョージア州となる領域に住んでいた。チェロキー族は色恋族起源のアパラチア種族であり、 アパラチア山脈の尾根や渓谷に沿って南方に広がり、領域の南限に当たるチャタフーチー川上流から、オハイオ川全域に広がる地域に住んでいた。クリーク族インディアンすなわちマスコギー族は、マウンドビルダーの子孫である種族の緩やかな連合であり、オクマルギー川、フリント川及びチャタフーチー川下流に沿った、ローワークリークとより遠くクーサ川とアラバマ川に沿った。 アッパークリークに分かれていた。ジョージアを最初に見たヨーロッパ人が誰であるかは分かっていないが、スペイン人、フアンポンセデレオンがフロリダ探検時期にジョージアの海岸を航行した可能性がある。1526年、ルーカス・バスケスでアイロンがおそらくは、セントキャサリーンズ島に近いところに植民地を作ろうとした。他にも、フランスのジャンリボーの下で、シャルルフォートと呼ばれる。 植民地建設が試みられ、現在のサウスカロライナ州のポートロイヤルサウンドの地域にフランスのユグノーが入植した。この植民地は1年以内に失敗した。ほとんどの開拓者はルネグーレーヌドロードニエールに従って南に下り、現在のフロリダ州にカロリーヌトリデと呼ばれる新しい基地を建設した。その後の数十年間、 多くのスペイン人探検家がスペイン領フロリダから内陸地域を訪れた。1540年にエルナンド・デ・ソトが報告していた地元のマウンドビルダー文化は1560年までに完全に消失した。カロライナ植民地のイギリス人手川公益業者が1560年に初めてローワークリークと遭遇しオクマルギートリデを創設して鹿川や 種族間戦争で捕まえた奴隷を鉄製道具、銃、衣類及びラムシュと交換した。ジョージア植民地の地図ジョージアの支配をめぐるスペインとイギリスの間の紛争は1670年頃に加熱し始めた。この頃、イギリスの植民地であるサウスカロライナ植民地がスペイン領フロリダの一部であるグアレトモ、釜の電動車のすぐ北に作られた。グアレトモ釜は今日、 ジョージア州の一部であるが、カロライナの首都チャールストンとスペイン領フロリダの首都、セントオーガスティンの中間に位置した。住民は繰り返し両国からの軍事的侵略を受けた。電道の仕組みは1704年までに完全に破壊され、その後のジョージアの海岸は、イギリス人と同盟を組むヤマシー族に占領され、1715年から1717 17年のヤマシー戦争で、 ヤマシー族が激減するまで続いた。生き残ったヤマシー族は、フロリダに逃亡し海岸は全く人がいなくなり、新しいイギリス植民地の可能性ができた。敗北したヤマシー族の数少ない生き残りは、ヤマクロ族として知られるようになった。1730年代早くに、イギリス人の大量入植が始まった。イギリスの議会議員のイギリス人、 ジェームズ・オグルソープがイングランドの製品に甘んじる立派な人たちのために混雑する債務者刑務所の代案としてこの地域を入植地に使うというアイデアを推進した。オグルソープとその他のイギリス人事前科は1732年6月9日にジョージア植民地の被信託人として王室の直居を確保した。この植民地は 債務者によってあるいは債務者のために設立されたわけではない。しかし、ジョージアが債務者や受刑者の植民地として作られたという誤った認識が続いた。非新宅人たちは我々自身のためではなく他人のためにというモットーでジョージアへの入職者を選別した。1733年2月12日、HMS 暗号で最初の開拓者たちが後に、 サバンナシとなる場所に上陸した。ライト知事は1766年に、ジョージアにあるものついて、次のように書き記した。最小の重要性のある製造者もいない。毛糸と綿紙の混ざった、荒い手織りの布少量を。貧しさのひどい人々の中では、自分たちが使うための綿紙と毛糸のストッキング少量、ニクロのための靴、および臨時の短屋仕事。絹、アザブ、 毛織物、靴、ストッキング、釘、鍵、ヒンジ及びあらゆる種類の道具といった物資すべてはイギリスから及びイギリスを通じて輸入された。1735年から1750年までイギリス領アメリカ植民地の中でも得意なジョージアヒータク社たちは公的な政策としてアフリカ人奴隷を禁止した。しかし、隣接するサウスカロライナ植民地で奴隷に基づく プランテーション経済の富が成長する様子が見せられ、植民地人に使える労働力よりも奴隷はより利益を生むものになった。ヨーロッパの経済状態が改善され、年期暴行で移民してこようという白人が少なくなった。白人の多くは低地帯の気候と病気によって死亡率が高かった。1749年、植民地は奴隷性禁止を撤廃した。 1750年から1775年までに農園主は急速に奴隷を輸入したので奴隷人口は500人足らずからおよそ1万8000人までに成長した。アフリカ人は低地帯中にダム、包みなど灌漑設備の念入りな土木工事を行うための知識と材料技術を持っており米と愛の栽培を助けた。あとにサトウキビが 幸い品目に加わった。ジョージアの農園主は主にアフリカの米を育てている地域、現在のシエラレオネ、ガンビア及びアンモラから奴隷を輸入した。これらアフリカ人は米作の経験があり、その技術を植民地に持ち込んで商品生産の成功に役立った。サウスカロライナの農園主はジョージアの当初の開拓者よりも富裕であり、南に移住してきて、 植民地を支配した。彼らはサウスカロライナ定地帯の監修や制度を持ち込んだ。農園主はその大規模な海岸プランテーションには高い確率で不在であった。夏の定地帯では罹患率の高い病気の季節に家族を高度の高い地域にしばしば連れて行った。大規模プランテーションが普及し発展することでジョージアの海岸社会は バージニアよりも西インド諸島のそれに近いものになった。アフリカ生まれの奴隷と近接する地域から来たアフリカ人の人口比率が高くなった。サウスカロライナとジョージアの米海岸の奴隷はユニークながらあるいはギーチー文化が発展し、アフリカの言語、宗教及び文化の遺産の重要な部分が保存された。この文化は低地帯や島所部で発展し、そこでは アフリカ系アメリカ人奴隷が後に、ンカプランテーションで働いた。アフリカ系アメリカ人の影響は、料理や音楽に強く南部文化の一体的な部分となった。1760年代、アメリカ独立戦争前の10年間、イギリスはジョージアの1万8000人の白人植民地人を、近くにいる1万人の敵対的インディアンで脅した。総督のジェームズ・ライトは人気があった。 しかし、ジョージアの市民は、ボストン市民と同じ政治的道筋を歩き、彼らの権利と理想的共和性について、独自に概念を発展させた。これらは、飲酒税を課するようなイギリスの行動で、審判されており、1765年に、ジョージア市民もこれを非難した。さらに恐ろしいことは、ボストン茶会事件の後で、イギリスがボストンを懲罰に及んだことであった。 多くの植民地人が次は自分たちの番だと恐れ、事実そのようになった。1774年8月、サバンナで植民地集会が開かれ、大衆は保護と中世は補完の関係だ。イギリスの憲法下では相関する言葉だ。憲法は代表なくして課税なしを認めていると宣言した。ジョージアには不平の原因は、 ほとんどなかったが、理論的に愛国者の側を支持し、イギリスを排除した。コンコードの戦いの知らせに起こった愛国者たちは1775年5月11日、サバンナのイギリス軍武器庫を襲撃し、その弾薬を運び出した。6月4日には、習慣的にイギリス国王の誕生日を祝う日だったが、国王に対する荒れ狂ったデモに代わり、自由の柱が立てられた。 一ヶ月以内に愛国者たちは完全にイギリス王室の権威を否定し独自の政府を打ち立てた。6月と7月、サバンナで開催された会合で政府を運営し他の植民地との協力を進めるために安全委員会と植民地議会の議員を選んだ。軍隊を召集し戦争への準備を始めた。総督のライトは1775年9月16日に ダートマス教にあてて、要するに、全執行権限は彼らのもとにあり、総督は名目上よりもさらに悪いままとなっている。と書き送った。1776年2月、ライトはイギリス軍の軍艦に逃亡し、愛国者たちがジョージアのすべてを支配した。新しい議会は1776年4月15日に規則と規制を採択し、 これが1776年憲法とみなされうる。ジョージアはもはや植民地ではなかった。議会によって選ばれわずか6ヶ月人気の弱い行政長官、プレジデント及び総司令官のいる国であった。以前の2つの議会でプレジデントであったアーチボルド・バロックが初代プレジデントに選ばれた。バロックは民兵隊を動員し訓練することに努力を傾けた。 1777年憲法は高度に民主的な文書となり、選出された議会に権限を置き、議会が知事を選んだ。上院はなく、選挙権はほとんどすべての白人男性に与えられた。新しい国の海岸は無防備であり、イギリス海軍にとって魅力的な目標となった。サバンナとその後輩地は1778年にイギリス軍とロイヤリストの軍隊に占領された。 アフリカ系アメリカ人奴隷は、イギリス軍の防衛線の中に逃げ込むことで、その自立を選び、イギリス軍に解放を約束された。ジョージアにいた奴隷の3分の1以上に当たる5000人近くが、独立戦争の間に逃亡した。愛国者たちは、オーガスタに移動した。1779年のサバンナ包囲戦では、アメリカ軍とフランス軍がサバンナ市を奪還しようとして失敗した。 アメリカ独立戦争の終盤では、ジョージアの海岸地域にロイヤリストの植民地政府が機能していた。ニューヨーク市と共に、そこがロイヤリストにとって最後の拠点であった。初期の歴史家は次のように報告した。42ヶ月の長きにわたって、ジョージアは強奪、抑圧、同胞同士の争い及び、緊急の餌食だった。恐怖、不安感、地軸、剣、 トマホークがその取り分であった。黒人奴隷の消失、住居の消失、プランテーションの滅失農業設備の破壊、及び家畜や個人資産の窃盗によって、この期間に住人の利用可能な資産の少なくとも半分は完全に消えてしまった。不動産はその価値を下げた。農業は停滞し、これらの損失を補い新しい繁栄の時代を築くための金もなかった。 地域内では、未亡人や、孤児の嘆きも聞かれた。これらは、兵士の死を悼むだけでなく、食物を求める叫びであった。全体が、不況の中にあったにもかかわらず、人々の心の中の一流の喜び、晴れやかな楽しみ、奮い立たせる希望があった。独立は勝ち取られた。ジョージア州は1788年1月2日に、アメリカが州国憲法を批准した。 ジョージア州には当初8つの軍があり、バーク軍、カムデン軍、チャタム軍、エフィンハム軍、クリーン軍、リバティ軍、リッチモンド軍、及びウィルクス軍であった。1777年にこれらの軍が創出される前、ジョージアはパリッシュと呼ばれる地方政治単位に分かれていた。アンテベラムとは戦争前、すなわち南北戦争前の77年間を指す言葉である。 1787年、ビューフォート条約でジョージア州の東側境界はサバンナ川とつ、ガルコまでとされた。12内市14マイルの土地がノースカロライナ州の南側境界から湖を分けた。サウスカロライナ州はこの土地に対する領有権主張を連邦政府に預けた。ジョージア州は北緯31度線から35度線の西方領土に対する 領有権首長を維持しており、その南部は1798年にスペイン領フロリダの一部から創出したミシシッピ順州に重なっていた。ジョージア州は、その領有権首長を1802年に放棄し、現在の西側協会が固まった。1804年、連邦政府は放棄された領域をミシシッピ順州に付加した。1816年条約で、 ジョージア州とサウスカロライナ州の現在の宗教、つまりつ、ガルコから北西に伸びる茶ーガ川が定められた。1794年、マサチューセッツ州生まれの職人でサバンナに住んでいたイーライ・ホイットニーが、面子生産を機械化するコットンジンを発明し特許を取った。産業革命によってイングランドの北部に、世界でも初めての工場で紡石と織物を機械化することに、 なったイギリスの繊維製造業者からの急騰する需要に支えられていわゆるキングコットンがジョージア州や他の南部州ですぐに支配的なものになったアメリカ合衆国議会は1808年に奴隷貿易を禁止したがジョージアではサウスカロライナ州の低地帯やチェサピーク海岸地帯のプランテーションからの奴隷輸入で奴隷人口は増加を続け 1820年の14万9656人から1840年の28万944人まで増えた。自由国人はまだ人口が少なかったが、ほとんどは職人として働き発展した。ジョージア州議会は1842年に自由国人はアメリカ合衆国の市民ではないという決議案を全会一致で可決した。 奴隷たちは大規模綿花プランテーションの畑で働き、州の経済は奴隷制に寄りかかるようになった。綿花は幸いに手が入らず輸送も容易なので、内陸の辺境にも理想的に適していることが分かった。ピードモント定チすなわち、ブラックベルトの組は、州の中央3分の1を構成しており、はっきりと黒く豊穣な土壌のためにこう名付けられたが、最大で、 最も生産性の良い免カプランテーションの場所となった。1829年ジョージア州北部の産地で金が発見され、アメリカでは最初のゴールドラッシュ、ジョージアゴールドラッシュが始まった。連邦造兵局がダーロネガに作られ、1861年まで創業を続けた。白人開拓者の流入で、合衆国政府にはチェロキー族インディアンから土地を取り上げようという圧力が、 高まった。チェロキー族は土地を所有し、成分憲法で独自の政府を動かし、ジョージア州の権威を認めていなかった。1830年のインディア二重法で議論が白熱した。この法では東部にいるあらゆる種族が現在のオクラホマ州にあるインディアン居留地に送られることになった。ウースター対ジョージア州事件で最高裁は州は インディアン領土の境界線を引き直すことが許されないと判決を出したが、アンドリュー・ジャクソン大統領とジョージア州はこの判決を無視した。1838年、ジャクソンの後継者、マーティン・バン・ビューレン大統領は、チェロキー族をかき集めてミシシッピ川の西に強制移送するために連邦軍を派遣した。この強制移送は涙の道と呼ばれ、 4000人以上のチェロキー族が死ぬことになった。ブラックベルト地域の成長が続いた。1860年までにブラックベルトの奴隷人口は米が主要産物のままである海岸地域の奴隷人口の3倍にもなった。ピードモント高地は主にスコッツアイリッシュの子孫である白人、オザクミノリによって開拓されていた。そこにも小規模で多くの綿花プランテーションがあったが、 ジョージア州北部の奴隷人口比率は海岸地域やブラックベルトよりは低いもののそれでも25%に達していた。1860年、州全体でアフリカ系アメリカ人奴隷の人口比率は44%となっており絶対数は100万人を少し超えたところだった。1861年1月18日、ジョージア州は合衆国から脱退し、 ジョージア州という名前を保持したまま、2月には新しく結成されたアメリカ連合国に加盟した。南北戦争中、ジョージア州は何十万という兵士を戦場に送り、大半はバージニア州の軍隊であった。農業生産は、面下から食料に切り替えられたが、整備されていない道路や鉄道のために輸送の困難さが厳しく、物資の移動が制限された。 アメリカ連合国は州内が侵略されないように考慮して小さな武器工場を建てた。アンダーソンビルにあった最大の戦争捕虜キャンプは物資、食料、水及び薬品が極度に欠乏して死のキャンプとなった。ジョージア州における最初の大きな戦闘は1863年のチカマウガの戦いであり、西部戦線では南軍側の最後の勝利となった。 1864年、ウィリアム・シャーマンの北軍がアトランタ方面作戦の一部としてジョージア州に侵入した。南軍の将軍、ジョセフ・ジョンストーンはアトランタに向けて退いていくことでできる限り的の進軍を遅らせる一連の遅延戦闘を行った。その中でも最大の戦闘はケンソー・マウンテンの戦いだった。ジョンストンと交代したジョンベルフットは ピーチツリークリークの戦いやアトランタの戦いで何度か反撃を試みて失敗し、シャーマンは1864年9月2日にアトランタ市を占領した。アトランタを焦土とした後、シャーマンは11月15日に海への進軍を開始し、州都のミリッジビルには11月23日に到達し、港湾サバンナには12月22日に入った。この進軍で、 州内の10%弱にあたる60マイルにわたる帯状の土地を破壊した。シャーマン軍が通った後は南軍が支配を取り戻した。この行軍は州内の民衆の歴史として重要な一部になっている。その惨状はマーガレット・ミッチェルの1936年の小説、風と共に去りぬ及びその同盟の映画に収められた。南北戦争でも最後の戦闘の一つ。 コロンバスの戦いは、ジョージア州とアラバマ州の宗教で行われた。レコンストラクションの初めに、ジョージア州には46万人の解放奴隷がいた。1865年1月、シャーマンは特別作戦命令第15号を発行して、連邦当局が当初部にある放棄されたプランテーションの土地を押収し、元奴隷に分配することを認めた。この命令は後に、 アンドリュー・ジョンソン大統領によって無効にされ、土地は元の所有者に返還された。ジョンソン大統領が元アメリカ連合国の州を合衆国に復帰させるという決断は議会で急進的共和党員に批判され、1867年3月第一次レコンストラクション法が成立し、南部を軍隊の占領下に置いた。ジョージア州は アラバマ州とフロリダ州と共に、ジョン・ポープ将軍が指揮する、第三軍事地区の一部となった。急進派共和党は、鉄の近い法案を通し、元アメリカ連合国に協力した者の選挙権や、非選挙権を停止し、その役職には、解放奴隷、カーペットバッカー及びスキャラーグの連行した者、その大半は、脱退に反対した元ホイック党員をつけた。 1868年1月、終戦後にジョージア州では最初の選挙で選ばれた知事、チャールズ・ジェンキンスは人種差別の内州憲法制定会議に州予算をつけることを拒否し、その政府はポープの後継者、ジョージ・ミード将軍によって解散され、軍政官によって置き換えられた。この政変はレコンストラクションに反対する白人を刺激し、 クークラックスクランの成長を加速させた。グランドウィザードネイサン・ベッドフォード・フォレストが1868年初期に何度かアトランタを訪れ、組織化を助けた。解放奴隷局の職員は1868年1月1日から11月15日の期間に、州内で解放奴隷に対する殺人を意図した殺人あるいは襲撃事件三十六件を報告した。 1868年7月、新しく選挙を経た、衆議会が、アメリカ合衆国憲法修正第14条を批准し、共和党の知事ルーファスブロックが就任したことで、ジョージア州は合衆国に再加盟した。元アメリカ連合国の指導者、ロバート・トゥームズとハウエル・コブを含む、州内民主党員がアトランタに集まって、レコンストラクションを非難したが、これは、ジョージア州でも、 最大の大衆闘議と言われた。9月、白人共和党員が民主党員と共同して、議会から32人の黒人議員を追放した。1週間後、南西ジョージアの町カミラで、白人10人が黒人の共和党集会を攻撃し、12人を殺した。このような展開で、ジョージア州は軍政に戻るべきという要求が現れ、1868年、 アメリカ合衆国大統領選挙で、ジョージア州はユリシーズグラントに反対する投票結果となったことでは、元アメリカ連合国の州では2つしかないうちの1州となったことで、その要求が強まった。1869年3月、ブロック知事は、レコンストラクションを長引かせるために、アメリカ合衆国憲法修正第15条の批准失敗を画策した。 同月、アメリカ合衆国議会は再び、ジョージア州の大議員が議会の席を占めることを禁止し、1869年12月には軍政を再開させた。1870年1月、第三軍事地区の最後の指揮官、アルフレッド・テリー将軍は、衆議会から元アメリカ連合国協力者を追放し、その後を共和党の自転車で置き換え、また追放された。 黒人議員を呼び戻すことで、議会は共和党の圧倒的多数という状態にした。1870年2月、新しく招集された議会が、アメリカ合衆国憲法修正第15条を批准し、ワシントンに送る新しい上院議員を選出した。7月15日、ジョージア州は合衆国に再加盟することでは、最後の元アメリカ連合国の州となった。その後、 民主党は衆議会の両院で過半数を獲得し、共和党の最後の知事ブロックは弾劾を避けるために州を捨てることになった。1907年のアトランタ中心街、ピーチスリーストリート、電車や自動車で賑わっている。レコンストラクション政府の下で元の州とミリチビルは内陸の鉄道集結点アトランタに置き換えられた。 新しい衆議会議児童の建設が始まり、1889年に完成した。レコンストラクション後のジョージア州は、ジョセフ・ブラウン、ジョン・ゴードン将軍及びアルフレッド・コルキット将軍のブルボン三党政治に支配された。1872年から1890年の間、ブラウンかゴードンがジョージア州選出のアメリカ合衆国上院議員の一人となり、コルキットは、 もう一議席を占めた。この期間の大半、コルキット化ゴードンが州知事になった。民主党は白人優位を主張して実質的に修正を独占した。コルキットは古い農園主階級を代表しており、ウェスターンアトランティック鉄道の社長で、州内でも最初の100万長者であるブラウンは新南部実業家を代表した。ゴードンは 農園主でも成功した実業家でもなかったが最も老練な政治家であることを示した。ブラウンは南北戦争の最終盤にアポマトックスで伝説的な最後の突撃を行った北バージニア軍の将軍でありジョージア州におけるクークラックスクランの指導者であった。アメリカ合衆国上院議員となった最初の元アメリカ連合国協力者であった。上院では デコンストラクションを集結させる1877年、妥協法案の作成を助けた。ジョージア州北西部の出身であり、その人気によって、マウンテン共和主義の成長を遅らせた。マウンテン共和主義は、奴隷制が行われておらず、農園主階級に対する不満が広がっていた、アパラチアの南部で有力となっていたものである。キンピカ時代、ジョージア州は、 南北戦争の後輩から立ち直り、資源の開発も預かって、空前の経済成長を経験した。この時代の行き過ぎた行動に対する反応から最も長続きする商品の一つが生まれた。1885年アトランタとフルトン軍で禁酒法が成立した後で、地元の薬剤師が新しい飲料を発明した。2年後、薬剤師はその飲料をアッサ、キャンドラーに売り、 キャンドラーがそれを販売促進し、コカ・コーラは州でも最も有名な商品になった。アトランタ・コンスティチューションが身の編集者、ヘンリー・グラディは、新南部の指導的な発信者となった。グラディは、東派的な和解を促進し、急速に工業化する国の中で地域の場所を振興した。1881年の国際コットン博覧会と1895年の コットン州国際博覧会は、ジョージア州と南部を繊維産業の中心に位置づけさせた。ニューイングランドから工場を誘致し、州内の農業依存経済から多角化することで、戦後の南部に新しい経済基盤を打ち立てた。低賃金労働力と原料産地に近いという魅力があり、新しい繊維産業がコロンバスとアトランタを変質させ、同様に、 ジョージア州とサウスカロライナ州の宗教に近いグラナイトビルは繊維製造業の中心になった。ジョージア州には未開の原生林があるために特に大西洋岸平原の人口の希薄な松林で製材業が主要産業になった。これは新しい他の産業を支え特に顕著だったのが製紙業とテレピン油製製業であり1900年までにジョージア州は 海軍軍需品の主導的生産地となった。他にも重要なのは石炭、加工岩及びカオリンの工業であり、特にカオリンは紙、レンガ及び統制岩の製造に使われた。1868年、ジョージア州は他の南部州に先駆けて囚人対応の仕組みを改良した。圧倒的に黒人が多い囚人を市企業や市民に貸し出して働かせることで、 現金収入を得た。州は別の形態の奴隷制を作り出すことで現金を得ることになった。作業者は保護がなく収入もなかった。鉄道会社、鉱山、テレピン油生成者などの製造業で基本的に無給の囚人労働力を使い工業化を急いだ。囚人を雇う主体は人間的な待遇を行うよう法律で義務付けられたが、 対応された囚人が長時間働いたり、残虐に鞭打たれたり、また殺されたというルフされた報告書は完全に無視された。ジョージア州の初期資本家はこの仕組みで巨大な利益を得た。最も恩恵を受けたのがジョセフ・ブラウンであり、その鉄道、鉱山及び鉄工業はすべて囚人労働に依存していた。 変化する労働市場と農業不況の中で白人が社会的及び政治的支配を再度確立しようとするにつれてジョージア州と他の南部諸州では解放奴隷に対して向けられた支配や臨地を行おうとする暴力が発生した。それは別の形での南北戦争の延長であった。民主党が権力を掴んだ後ですら、 不安定な1880年代と1890年代に死刑の数は確実に増加し、1899年がその最高点で27人のジョージア人がリンチボートに殺された。1890年から1900年まで平均して1ヶ月に1人以上のボートによる殺人が起こった。1882年から1930年までに、 記録された450回の死刑での犠牲者の95%以上が黒人だった。コットン州国際博覧会は、ブッカーティ・ワシントンのアトランタ妥協の機会として有名になった。ワシントンは、アフリカ系アメリカ人に対し、社会的平等を要求するのではなく、農業や職人、家事労働での達人になることでその状態を改良することに、 その努力を集中させることを奨励した。謙遜の状態の中に広い基盤を構築することを提案した。白人に対しては人種間の社会的及び経済的関係を改善する責任を持つよう奨励した。w e b d v o y c のような黒人指導者は教育に対する古典的かつ学術的基準を支持し、ワシントンに強く反発し、 抑圧に対する黙認を奨励していると非難した。アメリカでも最も高い教育を受けていた黒人である、デューボイスは、1897年にアトランタ大学の教員となり、そこで数年環境弁を取った。ジョージアにおけるその経験と研究は、その有名な著書、黒人大衆の精神に結実した。アフリカ系アメリカ人社会はできる限り多くの、 教育を受けられるよう急速に動いていた。南北戦争前の一握りの学校があった状態に始まり、19世紀の終わりまでに3万人以上の訓練された教師が南部中のアフリカ系アメリカ人の子供のための学校で働いていた。田舎の学校では子供たちを労働に使うという必要性のために1年に数ヶ月しか開かれないこともあったが、親たちは最善を尽くした。 教えることは経歴として高く尊敬され、男でも女でもその人種を助けるために才能ある指導者への道と見られた。グラディなど新南部の首相者たちがジョージアの都市の未来を主張する一方で、州の経済は圧倒的に面火に依存したままであった。過去に起こった工業化の大半は面火農業に従属するものとしてであった。 州内の新しい繊維工場の多くは単純な綿紙の袋を製造しているだけであった。綿下1ポンドの価格は南北戦争終戦時の1ドルから1870年代平均の20セント、1880年代の9セント、1890年代の7セントと急落していった。1898年までに1ポンドあたり5セントまで落ち込み、 綿花を生産するコストは1ポンドあたり7セントであった。かって繁栄していた農園主が駆け出しの小農と変わらなくなった。数多くの解放奴隷が雇われて労働者となるよりも、小作農すなわちシェアクロッパーになった。低当権の仕組みを使って、田舎の商人が農業用具、肥料、種、及び小作を可能にするために必要な食料の供給を独占して、 綿花生産の中心的役割を担った。綿花の価格が加工して生産コスト以下になり、1890年代までに綿花生産者の80ないし90%は、それが土地所有者であろうと小作人であろうと、デートを取った商人に借金した。不採用を負ったジョージアの綿花栽培者は、連続的に農業改革を明らかにすることで反応した。 1870年代のグランジャー運動、1880年代の農民同盟、そして1890年代の人民党と続いた。1892年、アメリカ合衆国会議員、トマス・ワトソンは人民党に加わり、圧倒的に西部の議員が多い議会からの派遣団に対する最も目立つ大弁人となった。南部の人民党は、 囚人対応の仕組みを非難し、白人や黒人の小農が連帯して、経済的利益を分け合う原則を奨励した。彼らは一般的に社会的平等を唱えることを控えていた。ワトソンはその随筆、南部における黒人問題で、黒人と白人農夫の間の共同戦線を訴え、次のように言った。あなたたちは稼いだものを個別に巻き上げられるように、分かれたままであった。 あなた方どちらもを奴隷化する財政的防衛のアーチの要石の上に憎しみがあるままなので互いに憎み合うようにされていた。人種間の総国があなた方双方を貧窮化させる金融の仕組みをいかに永続させているかについてわからないように欺かれ盲目にされている。南部の人民党は西部の人民党の強調する銀の自由駐造には賛成せず、 民主党と融合したいという望みには激しく反対した。死の恐怖、暴徒の暴力及び投票箱の詰め物に直面し、州内ブルボン民主党の政治機構による独占に挑戦した。1896年、アメリカが州国大統領選挙で民主党と合体したことが南部の人民党にとって致命的な打撃となった。人民党は、 ウィリアム・ジェニングス・ブライアンの副大統領候補として、ワトソンを指名したが、ブライアンはニューイングランドの実業家、アーサース・ウォールを民主党指導者に対する妥協として選出した。ワトソンは再選されなかった。人民党が消滅すると、ワトソンはその定期観光物、ジェファーソニアンを通じて、活発な反ユダヤ主義、反カトリック主義及び、 白人市場主義者として改革を訴えた。以前の人民党員を引きつけた社会主義を攻撃した。1904年と1908年にも党の大統領候補を出して選挙運動を行ったがほとんど成功しなかった。ワトソンはジョージア州の政治にその影響力を及ぼし続け、M ホークスミスの知事選挙ではキーとなる支持を与えた。グロバー。 クリーブランド内閣の閣僚であったホークスミスは、ブライアンを支持したためにクリーブランドと決別した。スミスの知事としての任期は、事務苦労法の成立と、個人が投票を行うために、読み書きのテストと資産の所有という資格を満足するよう求めた1908年の憲法修正が、特筆される。大半の白人にはこれら要求事項が、当てはまらないように、 祖父条項が使われたので、この法はアフリカ系アメリカ人の権利剥奪を効果的に発揮することになった。ジョージア州の修正はミシシッピ州とアラバマ州の各憲法に同様な規定があると指示した1898年と1903年の最高裁判決に続くものであった。選挙権登録に対する能力を失うことは、 陪審員を務めることから排除され、さらに地方、州及び連邦でのあらゆる代表者を失うことを意味したので、アフリカ系アメリカ人社会や貧乏白人にとって新しい規定は衝撃的なものであった。1900年、ジョージア州のアフリカ系アメリカ人人口は103万5037人であり、州人口の47%近くを占めていた。 ジョージア州や他の州の人々による訴訟が続き、グイン対アメリカ合衆国事件で祖父条項が撤廃されたようにいくらかの異案をもたらした。白人が支配する州議会と州民主党はすぐに白人のみの予備選挙のような参政権拡張に対する新たな障壁を作ることで反応した。1934年、ジョージア州は選挙権資格として、 人頭税を課する法案を成立させた。この規定は費用を払うことなく、選挙権を得ようとした貧乏白人によって起こされた挑戦であるグリードラブ隊サットルズ事件について最高裁の判決で指示された。ジョージア州では1940年までに2万人の黒人が選挙権を登録できた。1944年スミス対オールライト事件の最高裁判決では、 白人のみの予備選挙を禁止し、1934年にジョージア州はその人頭税を撤廃した。黒人公民権運動グループ、特にアトランタの全市民登録委員会は素早く動いてアフリカ系アメリカ人を登録した。1947年までに12万5000人を登録することができたが、これは資格ある年齢の人口では18.8%だった。 1958年、州議会は読み書き能力テストで30問中20問に正答を出せることを要求することで登録条件をさらに厳しくする法案を通した。テレルのような田舎の軍では黒人の投票権登録が抑えられた。この法律で、軍内人口の64%が黒人だったが、登録できたのは48人に過ぎなかった。 ジョージア州の市民すべてが再度投票権を完全に保護されることは1960年代半ばまでなかった。1965年に公民権運動のアフリカ系アメリカ人指導者が選挙権法の成立を勝ち取った。1900年代初期、ジョージア州の製造業と農業は成長した。免課産業は西部の方で渡見ゾウムジの被害が起こり、 それからの恩恵を受けた。1911年、ジョージア州は、綿花280万票という記録を残した。4年後、た水を虫被害が、ジョージア州にも届き、1921年までに、その影響は、州内綿花生産の45%に及んだ。第一次世界大戦によって1919 19年に、綿花の価格を1ポンド1ドルまで押し上げたが、 すぐに10セントまで下がった。土地所有者は、渡水虫によって破滅させられ、価格の下落でその小作能も追い出してしまった。第一次世界大戦の間に、工場での職が広がり始める前の1910年から、何十万人にもなる、アフリカ系アメリカ人が、その子供に対する教育機会や投票権を求めて、北部の工業州に移住し、大移住と呼ばれる。 大量の人口移動が始まった。1910年から1940年までに、また、第2波の1940年から1970年までに650万人以上のアフリカ系アメリカ人が南部を離れ、北部や西部の工業都市に向かった。彼らは急速に都市化され、多くは工業労働者として成功した人生を築いた。ジョージア州は、 13歳のメアリー・フェーガンという白人女性コインを強姦し殺したことで告発されたアトランタのユダヤ人工場経営者レオ・フランクについて悪名高き裁判と死刑を行ったことで国民を侵犯させた。上告審が失敗した後で1917年に死刑を目論むボートがフランクを殺害した。自分たちのことを メアリー・フェイガンの騎士と呼ぶ首謀者たちには著名な政治家も含まれており、最も有名なものは元知事のジョセフ・マッキー・ブラウンであった。出版社のアトソンは煽り立てるような新聞報道で暴力を煽動する指導的な役割を演じた。新しい移民、都市移民及び急速な変化から社会的な緊張が高まっていたことに加え、この裁判は、 クークラックスクランの再生を促し、1915年11月にストーンさんの儀式で復活した。アトランタを帝国の都市としたクークラックスクランは、急速に州及び都市部で強力な役割を占めるまでに成長した。1923年から1927年が人気であったクリフォード・ウォーカー知事は、クークラックスクランとの結びつきが強かった。 その10年間の終わりまでに、この組織は多くの州分、内はもめ及び反対する声に苦しめられた。州内の会員は1925年の最高時15万6千人から1930年の1400人まで激減した。世界恐慌でジョージア州の経済状態はかなり悪化した。や他の農業生産品に対する需要が崩壊し、お粗末な土地利用戦略によって、 生態系が拡乱されたことが輪をかけた。州内の田舎の大半では、教皇の影響は国全体ほど顕著ではなかったが、これは人々が1920年代を通じてすでに苦しみを味わっていたこともあった。ニューディール政策は田舎に電化住宅と道路の建設、教育及び健康管理に大きな進歩をもたらし、ジョージア州は大きな恩恵を受けた。 ルーズベルトが就任して最初の100日のうちに法制化した農業調整法は免課の減炭を行って供給を減らした農夫を保障した。1932年から1936年までに免課の価格は1ポンド5セントから15セントまで上がった。1933年と1940年の間、ニューディールはジョージア州に2億5000万ドルをもたらした。 政府機関を作って田舎の電化計画、図書館、学校、公園、道路及び国では初めての公営住宅計画及びスラムの撤去を含む広範な公共事業計画を提供した。フランクリン・ルーズベルトはジョージア州と特別近い関係にあった。ウォームスプリングの療養水系の近くにリトルホワイトハウスとして知られる家を建てた。ルーズベルトの計画は ジョージア州の強力な知事友人タルマジからかなりの反対を受けた。タルマッジは元の政局長官であり本質的な小作能であるべきという主張はその小さな町や田舎の選挙区で支持を勝ち得ていた。知事として4期務めたタルマジは多くのニューディール計画を排斥しようとした。白人市場主義に訴えてニューディール計画は 白人と等しく黒人労働者に賃金を払っていると非難し、ニューディールは共産主義の傾向があると言って攻撃した。1936年の選挙でタルマージはアメリカ合衆国上院議員を目指したが、ニューディール賛成派の現職リチャード・ラッセル・ジュニアに敗れた。彼が知事に推した候補者も敗北した。 ニューディール賛成派の集会員議長、ED リバースのもとで、1940年までに、ジョージア州は多くの田園殿下組合や、田園公営住宅計画で国を引っ張っていった。タルマッジは1940年に知事に再選されたが、ジョージア大学の学部長が、人種的平等を提唱したことを根拠に首にした、ことで、スキャンダルに巻き込まれた。 このことで、南部大学学校認定協会は、州の白人向けカレッジの認定を取り消すことになった。1942年、タルマッチは、知事再生を目指したが落選した。1946年、再度知事に選ばれた。これは、白人予備選を無効化した、連邦裁判所の判決に反対したことが一部校を、そうしたが、タルマッチは、就任前に死んだ。 その任期中は、ニューディール賛成派の政治家たち、特に有名なアトランタ市長ウィリアム・ビー・ハーツフィールドと共に働くことで、タルマチの反対は回避されていた。第二次世界大戦下の工業生産は、ジョージアの経済を不況から脱出させた。上空の要塞。戦略爆撃機 B-29 の主要組み立て工場となった。 マリエッタのベルエアクラフト工場はその最盛期に約2万8000人を雇用し、メーコンの近くのロビンズ空軍基地は約1万3000人の文民を雇用した。フォートベニングは世界でも最大級の不評訓練学校となり、新しく開設されたフォートゴードンは主要配備施設になった。サバンナやブランズウィックの造船所は軍事物資を ヨーロッパ戦線や太平洋戦線に運ぶ多くのリバティ戦を建造した。人種的敵対意識の休止に続いて、州の都会は繁栄を続けた。1946年、伝染病センター、後にアメリカ疾病予防管理センターが元戦域マラリア管理事務所のスタッフによってアトランタに設立された。1946年から1955年の間に、 市内で新しく500もの工場が建てられた。1950年までに農業よりも製造業で多くのものが雇用された。それと同時に農業の機械化によって農業労働者の需要が劇的に低下した。これが元小作農の主に中西部、西部及び北西部都市へのもう一つの都市流入を促進したが、州内でも急成長する都心部への移住が起こった。 戦時中アトランタのキャンドラーフィールド空港は航空業務という観点で全米でも最も繁忙な空港となった。その後ハーツフィールド市長はこの都市が国内の主要な人口中心との関係で戦略的な場所にあることをもとに商業航空路のハブ空港とすることに政治活動を行って成功した。キング牧師の墓、キングセンターアフリカ系アメリカ人男性が 第二次世界大戦で犠牲となり、功績も上げたことは、戦後の公民権運動に活力を与えることになった。南部州が彼らの投票権を阻止し子供たちを標準以下の学校に止めていることを認める国のために彼らは戦ってきた。戦後期、変化のための新しい動きがあった。 移住の波の後の1960年、ジョージア州のアフリカ系アメリカ人人口は112万2596人となり、州人口の28%であった。投票資格年齢達したものの大半が、まだ選挙権を得られなかった。教育を受け中流階級となった黒人の中から、アトランタに指導者が出て、ジョージア州は公民権運動の重要な戦場になった。 1954年のブラウン対教育委員会事件の最高裁判決は、たとえ火の中水の中といって、ジョージア州の学校分離政策を保とうと誓った、州知ジマービングリフィンによって避難された。アトランタ生まれで、そこで育ったバプテストの、牧師マーティン・ルー・サーキング・ジュニアが1955年のモンゴメリーバスボイコット事件で、国民的指導者としての頭角を表した。 牧師の息子であるキングは、ボストン大学で博士号を取得し、アトランタの強いアフリカ系アメリカ人社会で発展した教育ある中流階級の一人だった。モンゴメリーでのボイコットの成功で、キングは他の者たちと合流して1957年に、アトランタで南部キリスト教指導者会議を形成し、南部中の公民権運動の政治的指導力を発揮することになった。 黒人の教会は長い間彼らの地域社会の重要な中心であり、牧師たちは公民権闘争の前線に立ってきた。ジョージアなどで社会的変化に関わる緊張は暴力に発展した。1958年、地下の南軍と呼ばれる集団がユダヤ人が公民権運動を支持していることに対する反応としてアトランタの改革派改革派、ユダヤ教会を爆破した。 南部キリスト教指導者会議は1961年にオールバニで人種差別廃止キャンペーンを行った。地元の警察署長が暴力を取り締まっていたこともあって、このキャンペーンの広い焦点は劇的な勝利を得られるまでには至らなかった。オールバニキャンペーンはキングと南部キリスト教指導者会議に教訓を与え、1963年から1964年に、 かけてアラバマ州でより成功を収めたバーミングハムキャンペーンに生かされることになった。キングとその追随者の指導力はあらゆる市民に共通の公民権をという活動家の主張の道徳的な観点に対して国民の意見を賛成させる方向に変えていった。ジョン・ F ・ケネディとその弟、ロバート・ケネディは公民権法案を準備し議会に提出した。 国民の支持を獲得しつつあるアフリカ系アメリカ人の側に立ったリンドン・ジョンソン大統領は1964年に公民権法を成立させた。翌年、選挙権法も成立し、選挙権に対する保護を定めた。南部中のアフリカ系アメリカ人はすぐに選挙権、登録し、政治家庭の中に再度入り始めたが、20世紀では初めて、 ジョージア州からアメリカ合衆国議会にアフリカ系アメリカ人議員を送り出すまでには数年を要した。アトランタ市長アイバン・アレン・ジュニアは公民権法を支持することを議会の前で宣言し州知事カール・サンダーズはケネディの任期中に協力して州が法に従うことを確実にした。アトランタ・コンスティチューションの編集者で企業連合体が雇用しているコラムニストの ラルフ・マーク・ギルは公民権運動を支持する記事を書いて、賞賛と反目の両方を得た。しかし、ジョージア州の白人大多数は人種差別撤廃に反対を続けた。1964年、アメリカ合衆国大統領選挙で共和党のバリーゴールド・ウォーターがジョージア州、アラバマ州及びミシシッピ州で過半数の票を獲得したが、これは 公民権法に反対していたことが一部寄与していた。1968年、アメリカが衆国大統領選挙では、人種差別撤廃に反対を唱えるアラバマ州知事、ジョージ・ウォレスが、アメリカ独立党の候補として、立候補し、同じように3州で勝利した。1966年、レスター・マドックスが、ジョージア州知事に選ばれた。マドックスは、 自分の経営するレストランに入ろうとしたアフリカ系アメリカ人の公民権児運動者を脅したことで名声を得ていた。マドックスは頑固に人種差別撤廃に対する反対を扇動した。キング牧師の暗殺後、マドックス知事はキングの遺体が衆議児童に収められて、このノーベル賞受賞者に栄誉が与えられることを拒否した。1969年、 アメリカ合衆国司法省は、ジョージア州の公的教育における差別撤廃を要求する訴訟を起こして成功した。1970年、新しく知事に選出されたジミー・カーターは、その就任演説で人種差別の時代は終わったと宣言した。公民権法と選挙権法の成立で、アフリカ系アメリカ人は、その選挙権を取り戻し、公式の政治参加が可能になった。 1972年、アンドリュー・ヤングが、レコンストラクション時代以来初めて、ジョージア州選出のアフリカ系アメリカ人アメリカ、合衆国会議員となった。ヤングは、キングの運動を補助していた者の,の一人であった。1974年、アトランタ氏は、その最初のアフリカ系アメリカ人市長、メーナード・ジャクソンを選んだ。1980年、 ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港の建設が完成した。世界一の空港として、1年間に5500万人の旅客を扱えるように設計された。この空港が、経済成長の主要原動力になった。アトランタ都市圏は、低い不動産価格、低い税金、半組合労働権確立法、および緩い法人規制という利点を活かし、財政、保険及び、 不動産業の国の中心となるとともに会議や貿易の展示会事業でも中心となった。アトランタ市が国際的な注目度を高めるようになった証拠として、1990年の国際オリンピック委員会は1996年の夏季オリンピック開催地としてアトランタを選んだ。交通中継点としてのアトランタの利点を活かし、 ユナイテッドパーセルサービスが1991年にアトランタ郊外に本社を構えた。1992年、ニューヨークやシカゴを除いてアメリカ合衆国では最も高い建物、バンク・オブ・アメリカプラザビルが完工した。民主党が公民権法に関係したことと人種差別撤廃に関する連邦の関与に対する反応としてジョージア州では以前民主党の固い基盤であった。 他の南部州と同様に、次第に共和党の支持に転換し、大統領選挙でその傾向が現れてきた。ジョージア州生まれのジミー・カーターが一期のみの大統領を務めたことに、ロナルド・レーガンの人気と共和党の組織的な努力、及び宗教右派の成長という動揺でその動きが加速された1992年、ポール・カバー・デルがレコンストラクション終了以来ジョージア州では、 初めての共和党アメリカが州国上院議員となった。新しく選ばれた民主党のビル・クリントン大統領の軍隊におけるゲイなど社会問題に反応したアメリカキリスト教同盟の指導者、ラルフ・イー・リード・ジュニアはジョージア州に接近し、1994年の中間選挙で福音主義や原理主義キリスト教徒を動かして共和党候補者の支持に回った。 共和党でジョージア州選出のアメリカ合衆国会議員にュート・ギングリッチは共和党革命の指導者と認識され、会員議長に選出された。彼の選挙区は、富裕なアトランタ北部郊外である。もう一人のジョージア州選出のアメリカ合衆国会議員、ボブバーは結婚防衛法を提案し、ビルク・リントンの弾劾に至る運動を先導した。 ジョージア州求心的右翼テロリズムの中心として悪評がある。1996年のオリンピック開催中、国際オリンピック委員会がアトランタの軍部で成立した反、ホモセクシャル決議案を非難した後、攻撃的な原理主義キリスト教徒エリック・ロバートルドルフがオリンピック公演に爆弾を仕掛け、2名を殺害し、111名を負傷させた。 翌年、リドルフとの結びつきがある、神の軍隊がアトランタにあるレズビアンのナイトクラブと、妊娠中絶を行う委員を爆破した。このような政治情勢の中で、ジョージア州の指導的民主党知事、ゼルミラーは受け入れ化した。2000年にカバーデルの死去に伴いアメリカ、合衆国上院議員に指名された後で、イラク戦争、社会保障問題、税金の引き下げ、 およびイの結婚に対する反対といった問題で、ジョージ・ W ・ブッシュの顕著な同盟者となった。2004年の共和党全国大会では議論の多い、基調演説を行い、ブッシュの再選を後押しし、民主党の仲間を非難した。2002年、ジョージア州では、レコンストラクション以来初めての共和党知事、ソニー・パーデューを選出した。パーデューは、南軍の戦闘表彰を外すという論議の多い、 周期改定案に反対する選挙運動を行った。ありがとうございます。